環境トップの無敵要塞、ハルムチルキです。本日はですね、巨獣音を使っていきたいと思います。このポケモンね、強さ皆さんよくよくご存知だと思うんですけど、まあね、レギュレーション H でももちろん環境トップだと思っていて、やっぱりね、この専用技の塩漬け、プラスね、専用特性の清めの塩、この2つがね、どちらも非常にパワーが高く強力。で、さらにね、今回はマモミガ型で採用していて、まあこれね、枚数有利を取った後に TOD 転換に持っていけるこの巨獣音、めちゃくちゃ強かったので、ぜひ最後まで見ていただけたらなと思います。それでは対戦の方へ、どうぞ。どうしよっかな。またガブか。マスカから入るか。ガモス、マスカ、巨人オーンとかマント持ち、まあまあいそうなパーティーなんだよな。なんかアーマーガーがマント持ってるパターンもあるし、ハーフ5がマント持ってるパターンもあるんだよね。一旦マスカーニャ確定。巨人オーンプラス、ガモスかなこの試合。ガモスでいきますね。これいきます。お願いします。相手の先発、ガブリアス、オッケー。いや、これ迷う。これ何打つか迷う。ガブリテラス切ってくれたら言うて、トリプルアクセル見えすぎるけどな、さすがに。中間卓叩き落とす行くか。中間卓叩き落とす。あ、全然なしじゃないよね。これさ、鋼テラス、重テラス切るか、ハーフゴーバックでしょ。あ、ガモスバックもギリやるか。叩き安定じゃね？よし、よし、よし。ドスコイ、ドスコイ。あ、ドスコイ、ドスコイ。これ相手ブチギレだろうな。この大きい。鉢巻きとかかな。ワンチャンありそう。ここは叩き落とす。鉢巻き落としちゃえばもう巨人音で余裕で見られるんで。うい、強い、いい火力。これはしっかり初手アドバンテージ取れてる。でしょっか。はいはい。アイス落としたのでか。これ耐えてくんない？おーし、偉い。偉いけど、巨人音後投げ成立するかな。ガブの容器ガブの地震でどんぐらい？容器ガブの地震どんぐらいっすか？テラス込みで後投げ受かる？全然受かる。こじ投げます。相手視点ブチギレムー。まあ、テラスまで切るかどうかはちょっと悩ましいけど。ここはそうだよね、地震。うわ、急所！もう、ちょっと、ここは一旦守ります。こっちは稼がないとやばいんで、こしね。まあ、テラス、許容されちゃいましたけど、しゃあなし切りますか。ちょっとね、相手のアシレーヌがきつい気味なんだけど、まあ、裏込みで頑張れば大丈夫そうだから、まあいいかな。スケショ5発以外なら大丈夫なんで、ここは水寺自己再生でいきましょう。自信も全然耐えるはず。あ、ここ引いてくれても全然いいですね。引いてくれても大丈夫。なんか相手引いてこない。なんだろう。まあ、剣舞とかあるかもしんないから、一旦剣舞かな。今のターン、相手の剣舞までケアして、再生からが良かったかな。ちょっとね、自信ワンチャン落ちそうだったから。まだ急所しょうがないから、まあ、許してほしい。自信。決勝ワンチャンない。つけちゃない。剣舞ワンチャンないかも。ここは再生いい。巨人音無双と行こうじゃないか。相手の剣舞自身半分ぐらいって考えて、ここも再生でいっかな。剣舞ある。全然良い。これ自信大体半分ぐらいだから。再生いい。じゃあここは塩漬け打っていきましょう。ガブ突破できて巨人音の HP 半分残ってたらかなり有利取れてると思うんだけどな。自信。これは大体半分ぐらい。オッケー。いや、強いね。これは強いね。マスカーニャのいいとこ出てる。このテラスを強要させる能力。まあ、ちょっとね、もちろんね、卓ではあるんですけど、相手がね、切ってくれるかどうかっていうところは、さすがになんかね、マスカーニャ対面で、ね、テラス切らないっていうのはなかなかピーキーな卓ですから、テラス切るか、引いてくるか、に対して、負荷かけられる畑落とす。こっちは畑落とすがしっかり中間卓になってるのがいいよな。走れか。一旦塩漬けから入りますか。ほんとまだ耐えるはずな。はい。はい、強い。はい、強い。隠密ではない。いいね。強いですね。じゃあ、ここはちょっと守る連打していきますか。一旦守るね。まあ、引かれても良いよ。僕、引いてこない。まあ、巨樹切っちゃおっかな。ちょっと悩ましいけどね。まあ、さすがに切った方がいいか。この HP の巨樹を残してても。誰か勝てる相手いる？てか、この巨樹がいないと勝てない相手がいるかどうか。書いてる相手にも仕事できないし、切りますか。じゃあ2連守るで。オッケーオッケー。全然良い。向こう。うんうん。十分仕事してくれましたね。まあ、じゃあマスカーニャから入って叩きでいっかな。一番損のない動き、裏にも一貫しやすい動きなんで、ここはマスカから入って叩き打っちゃいましょう。で、ラストがね、神速回流だったら基本ガモスでそんな振り取ってないと思うんで、あ、どうだろうな。ビフリか？ビフリかもな。まあ、その場合は、まあ、ちょっと負けかも。悪で。で、ここは叩いちゃいましょう。どうだろうな。神速、いやでもあんまなんか竜舞アタッカー、構築に2体入れるかと言われるとちょっと微妙だから。竜舞ってか、まああれね、この海竜ガブレスで結構似たポケモンで、竜舞、剣舞あたりしてくるみたいなね。あ、オッケー、ラストアーマーガー。これは一番勝ってますね。素晴らしい。ここはこのまま叩き連打でいいでしょう。で、ラストね、ガモスなんで、これはさすがに勝ってますね。叩いて、強いな、こいつマジで。こいつマジで火力やばいな。鉄壁アーマーガーかな。あ、オッケーオッケー。ちょっと早めにガモスを見せて、倒産させますか。でもテラスも切ってるし。こんなことしなくても勝てるんですけど。ここは早めにガモスも見せて、まあ、鉄壁ボディック、まあ、言うて多分大丈夫だと思うんだけど、羽休みっていい。これは勝ちですね。いや、素晴らしいね、マジで。綺麗に詰め切れてて気分がいい。あ、このままいい。ドリクチとかあったらワンチャン落ちるんかな。おお、強い。あ、まあどっちにしろマスカーニャ圏内なんで大丈夫です。ボディック、さすがにこれは全然効かなくて、この前で勝ちですね。いやー、いいね。素晴らしい。対戦技した。カバドリュは、マスカーニャに手が伸びる。マスカーニャに手が伸びてしまう。マスカ初手。ちょっと強すぎるか、こいつ一旦。だって最強かもしれん。マスカ初手。で、剣舞ドリューズがちょっとやばいから。まあ、巨児か、さすがに。さすがに巨児4欲しくて。この2体だと、相手のガモちょっと重いか？ジャローダはまあマスカーニャでいけるか。まあ、ガモスとかですかね。これ行きましょう。お願いします。相手の先発、ジャローダ。ここは叩き連打しましょう、じゃあ。まあ、ヘビ睨みあるかどうかっすね。それと叩きで。引っ込める？誰？川か。ガモス？おいお前、まさか、かわいそうだろ、そんな使い方。そんななんか、北海道みたいな使い方。ねえ、なんか、燃やせーみたいな。ブーツか。よし、燃えない。偉い。相手の裏、カバドリじゃないことが分かったから、結構マスカーね、この試合大事になりそうなんだよな。いやー、まあまあ、でも、叩くか、さすがに。まあ、引きのデメリット結構でかそうなんで、相手のね、ガモスの型次第になっちゃうから、まあ、3割引かなきゃいいんで。セーで、相手行く。じゃろうな。何もせずに。あ、まあ、相手トリプルアクセル読みかもな。これ今の。うん。僕はこのまま叩き連打しますね。これで普通にアドバンテージ取れるんで。エビニアム、あ、早いね。最速か。あ、好きとかなんですかね。覚えてほしいな。偉い強っ。食べ残しい。まあ、このまま叩きでいいかな。光合成あっても受かってないんで、リーフストーンで。あ、そうです。動いてほしいな。偉いマスカーニャがマジで止まらない偉いもともと結構やれるかなと思ってたんだけど、想像以上のヤバさしてる。まあ、ここはこのまま叩きでいいですね。身代わり、やばい回流使ってる、ちょっと。やばい回流使ってるって。叩き。うーわやってることやば。光のから海流って型なんだっけ？神速自身普通に。一旦身代わり壊した方がいいな。竜舞ある。竜舞ある。竜舞身代わり。あ、羽休め、さすがに欲しいよな。羽さすがに欲しいと思うから。羽さすがに欲しいと思うから。飛行テラバかな？だったら巨人4で勝てそうなんだけどね。飛行テラバはワンウェポンとかじゃね？身代わり。ここはちょっと身代わり割らなくてもいいんで、最悪ね。まあ、しょうがない、しょうがない。これはでも相手の戦術としてはわかるんでね。麻痺プラス光の粉みたいな。俺も偉大党でよくやるから。あれ休みある。オッケーオッケー。これ、テラバワンウェポンだな。テラバワンウェポンのやつだったら、このテラバ、6積みされたら受かるんかな、巨人4。どうなんだろう。身代わり消えるんだ。強っ。しばらく適当に畑連打でいっか。前にちょっとダメ系回しとこう。6枚海流の飛行テラバースト特化テラバースト、あ、さすがに受からんか。受けない。では悩ましいですね。羽休めを押すタイミングとかで早めに巨人を着地させちゃおっかな。偉い。結構動いてくれるね。ナイスナイス。巨人を塩漬けで割れない？いや、ここもう一回畑だ。まだ畑だ。身代わり。ここ動いてほしい。ナイスナイス。偉い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 。で、ここ、相手、身代わりをしても丸助が回復しないから、巨人の塩漬けで、H 振り海流ぐらいまでの割れるから、逆に相手が火力削ってたら巨人4結構受かりそうなんで、そうだね、火力削ってたら食べ残し込みで相手の、テラバースト受かるんで、これで結構勝ってるんじゃないかな。割といけそうだけどね。身代わりいいよ。あ、これあれか、羽休めであれか。まあいいか、羽の PP からしてもいいしな。一旦塩漬けから入ります。まあ、あとは相手が、さすがにワンウェポンだと飛行テラバだと思うんだけどな。それか早めに身代わり張って TOD に持ち込んじゃうか。あ、そうそう、飛行テラスキルともう一回塩漬けでよくて、ナヤスね、ナヤスの PP 早めに打ち切らせたいっすね。このターン身代わりでもよかったかな。まあまあいいか。オッケー。ハチマキマスカーニャはね、ミラーに対して陽気が強いのがいいところで、他のなんかあんまいないんだよね、陽気で抜けるやつが。10枚いい。10枚羽身代わり。飛行テラバ以外のことあるかな。あんま火力も割かないと思うんだよな、こういうタイプって。星で受かりそうなんだけどな。どうでしょうか。なんか、守るとか込みでいけそうだよね。オッケー、身代わり消える。ここのターン相手身代わりしか押せないよな。身代わりしか押せないよな、相手。どうするんだろう。フェアリーテラバとかだとちょっと負けなんだけど、まあしょうがないかな、それは。フェアリーテラバちょっと元から切ってるんで、当たったらドンマイでいいかな。さすがに飛行テラバ有力かなとは思うんで、あんまり、身代わり、そうだよ。それちょっとあんま強くない気がするけどな。気をつけ。これは割れるはず。相当耐久割いてなきゃ。あー、オッケー、耐久ぶりね。じゃあもうこっちも身代わりでいいかな。ここは一旦相手羽休めだと思うんで、身代わりから入ります。10枚なんだ。まあいいでしょう。このまま TOD で勝てると思ってるんだけどな、俺。どうだろう。まあ、てか、普通に身代わり守る連打で勝ちか。32ターングライオンして勝ちか。グライオンする。グライオンするとかいう固有名詞。グライオンするとかいう化け物固有名詞ね。まだ塩漬けでいっかなー。このターン、テラバ打ってきたら、塩漬けで割れる。いや、守れでいっか。テラバ打たない。グライオンで勝ちじゃね？グライオンして勝ちじゃね？あれやすく。オッケー。全然良い。TOD で勝ちだ。まだ11分もある。助けて。対戦的には勝ってそうなんだけど、やることがないです。まあ、まだいいか。まだ塩漬けでいいかも。ここテラバなんかな、相手。ああ、ここテラバねー。まあ、PP からしも視野に入れていきましょう。まあ、視野身代わり正解だったけど、まあ、しゃあないね。相手6積みしてないよな、まだ。5積みぐらいじゃね？じゃあ再生で受かるんだけど。テラバースト。どうしようかな。塩漬け入れに行くメリットもでもあんま薄いか。まあ、テラバーストの PP からせるルートとかもあるし、相手 A 削ってそうだし、だいぶいけそうじゃないかな。相手の、竜舞の数だけ見るか。確認しよう。割れると思ってるんだけど。割れた場合どうしようかな。オッケー、割れる。まあ一応身代わりから入りますか。中間卓身代わりかな。テラバースト。これ全然受かるんで。あれなんか半分入んない。あれなんでだろう。おかしいな。おかしいな。なんか半分入んない。あれまだ4枚か。あー、じゃあ意外と HA ぶっぱとかもな。ここは再生でから、OK、相手身代わり。大丈夫その身代わり。5再生。うわー。もうあと100ターンマモミガで勝ちなんだけどな。どっかで時間使っていきますか。まだ竜舞してきそうな感じもあるけどな。まだ受かるし、ここまだ塩漬けでいいか。再生のターンとかも管理していきたいんで。オッケーオッケー、竜舞。これはいいですね。この竜舞積んでる間に、ちょっとターン稼ぎしたいから、時間使っていかないといけないんでね。割れないかな。なんか、相手結構、まあまあ軽くに裂いてそうだから、乱数で割れそうなんだけど。割れないか。どういう振り方なんだろうね。HAB とかなのかな。S 振ってなくて。時間使っていくか。まだ5分25あるし、全体の時間9分。絶対間に合うな。こっから、100ターン守りがします。100ターン守りが。いや、素晴らしいね。やっぱ巨人王はこれが強いよな。なんか、マオミガしてるだけでなんか最後詰め切れるみたいなね。これがマオミガ型の良さだよね。さっきなんか鉄壁あればもちろんね、この試合、鉄壁持ちでも詰め切れてるんだけど、マオミガはこれはこれで、やっぱ強さあるよね。この、TOD 持ち込めるようになったら、絶対勝てるから。勝ち負けじゃない。鉄壁だと一応急所でね、うまいこと当てられたら、ワンチャン負けられそうだけど、竜馬いい。構わない。こっから TOD で勝ちっすね。いや、素晴らしいね。いや、巨人王強いな、今シーズンも多分。なんかやっぱその、周りのマスカーナとか、カエルサーフゴとか、巨人王と相性のいいポケモンが結構強そうだから、そこ含め良さそうだね。相手気づいてるかな。このマモミがされてたら負けって、気づいてるかなって。塩マモミが再生はこれが強いね。この爪筋、詰められる。あとその、身代わりって技が結構この相手の交代とかの対して中間択としてもすごい優秀だから。いや、偉いね。マジで偉い。守って。エラバ守って。もうその PP カラス島だけどな、これ。あー、OK、退散出した。チャンネル登録、高評価、よろしく。走れねー。走れいるから、まあ、一旦マスカーニャからは入りたい。いや、ストライクどうしよっかな。ストライクね。巨人4でも投げてるか。やっと1が、ノヨザルの処理どうするかか。まあ、サーフ号かな。これでいきます。お願いします。さあ、相手の先発、このヨザル。命かけてくんのかな。まあ、ドンチとかから入ってくるパターン。スカーフインファイトは一回考えないとして。まあ、トリフラあたりが丸いですか？まあ、トリックフラワーをしますか。勝ち巻き、トリックフラワー。あ、よいしょー。強い。見てば。ふんこぶ！叩きは考えないものとする。まあ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 。言うて、こっちが点数取れてるから悪くない。トリフラ連打しちゃいましょう。いや、マスカーネ対面に負荷かけられるのがやっぱ強いですね。引っ込める。うっかりやつもろばれるくらいかなと思うけど。ガオガエン。いや、無理じゃね？これ、畑じゃなくてトリフラ打ってるおかげで、威嚇に対しても強いの偉いな。あ、よいしょー。あ、どうすこーい。いい、火力。5本かな、相手。まあまあ、一旦、巨人音出しましょう。安定取って。まあ、ここはね、プレアドライブとか、まあ、あと鬼火とか。まあ、畑はあんまどうだろう。打てるのかな？打てなくはないか。捨て台詞とかその辺かな。叩き、今はわかる。ギリ落ちそうだしね。まあ、ここは一旦塩漬けで。捨て台詞かな、相手。隠密マント持ちあんまりいなそうなんだけどな、相手のパーティー。持ってるんだったらこのエザルだと思ってたから。あんまりいないかなと思ってるんだけど、どうでしょうか。そうだね、HB がオガインかな。捨て台詞。まあ、でしょうね。これ捨て台詞にマスカーに合わせるとかちょっと面白かったけど。このエザルか。守る込みで倒せそうだけど、どうだろう。どういいかな。倒せるよな。あ、どうだろう。まあ、ちょっと怪しいか。そうね。ちょっと悩ましいか。まあ、ここドンチカビルドだから、サーフ号出すか。サーフ号投げて。ういー。これはいいプレイング。これでもう一回塩ダメ入って、で、ここもう一回巨人音出します。このターンは相手、まあ、ガオガエン出しか、このザルでフンド打ってくるんで、巨人音出しが通るはず。ここは、まあ、釣り効果、安定効果ですね。ドレパン絶対打てないから。うんこぶわかる。どうだろうな。ギリドレパン打てんのかな。アフゴを居座ってきたら倒されるから、みたいな。まあ、打てるか。まあ、打てるか。一発目なかったかな。ちょっとでも、ガオガエンにね、引かれるとちょっと点数取られそうだった。ガオガエンに引かれると、サーフ号対面、攻めの捨てゼリフ打ちがちょっときつくて、まあ、そこ込みでこのタク取りました。ああ、バレるか。バレちゃんね。まあ、一旦サーフ号出しでいいかな。どうしますか。まあ、そんないでしょう。サーフ号投げて、相手リフストスかホ、実はリフストしかないかな、相手。リフストム。脱出パックでしょう。で、これは全然問題ないんで。で、次からサーフ号に、バレルにサーフ号と投げ安定するから。で、これで、ガオガエンに対して、今度は巨人を投げ安定するから、これは勝ちですね。楕円が回復ソースないから、まあ、いつか倒せるんで、ここは巨人音出しで。いや、強いね。しっかり安定行動で勝てそう。巨人投げていい。こんばんは、どうもこんばんは。アタキ。よしよしよし、勝ったな。うん、まあ、一旦再生ですか。安定取ります。セゼリフ、そうだね。まあまあ余裕もある対面なんで。あ、こんばんは。この前のパーティー改善しましたが、ビルドコーナーにはまってしまいました。まあ、ビルドコーナーは結構対策むずいよね。上から殴るのが一番いいかな。バレる。相手も起点作ってくるからね。再生いい。ここはちょっと一旦釣り交換のケアもして守るから入ります。あ、オッケー。テラス切ってくる。テラス切ってくる。アクテライカ様とか。はいはいはい。アクテライカ様、全然入んないと思うけどな。守って、ダメ系回しますね。ちょっと2体しないか。で、巨人音がリフスト耐えるかどうかダメ系して、オッケーオッケー、全然耐えるから。自己再生からが安定かな。まあ一旦再生でいいか。あ、上取ってる。なんだ。じゃあ勝ちだ。まさか S 落としてんのね。イカ様。ここリフストだけ、まだここリフストも大丈夫だ。急所以外は勝ったな。で、ここは身代わりからでよくて。これは巨人音で500ターンマモミガすれば勝ちですね。500ターンマモミガで勝ち。そもそもこっちが枚数有利取れてんのと、相手がリフスト押すと火力が落ちるから。勝ち。巨人が強い。巨人音が強い。あ、そうかそうか。食べ残しないから。まあ、ちょっと PP からするね。オッケー。はい、対戦を出した。まあ、もみが巨人音が強すぎると。はい、いかがだったでしょうか。いや、しっかりね、この巨人音の強さを見せることができたんじゃないかなと思います。本当に強かった。まあ、やっぱりこの巨人音耐久力がめちゃくちゃ高くて、で、かつね、この専用技の塩漬け、プラスね、専用特性の清めの塩がめちゃくちゃ強力。でね、この冒頭にも話したんですけど、今回、まあ、もみが型で採用しているので、枚数有利取った後にね、しっかり TOD にも持ち込めるということで、まあ、非常にね、強力なポケモンだったんじゃないかなと思います。本当にね、この巨人音めちゃくちゃ強かったので、ぜひね、使ってみていただけたらなということで、本日のレンタルパーティーがこちらになります。なんか巨人音中心にね、サイクル回していく構築なんですけど、まあ、結構ね、この巨人音が苦手なね、相手の隠密マント持ちに対して、まあ、スカイラのね、畑を造作を入れたり、サーフ後のね、トリックを入れることで、しっかりね、この塩漬けを通していくっていう動きもできるようにしています。いや、本当にね、この巨人音めちゃくちゃ強かったので、ぜひね、チャンネル登録、高評価、下振りたくさん使ってみていただけたらなと思います。はい、それでは今回はここまで。もしよかったらチャンネル登録、高評価、コメント、またね、概要欄から Twitter のフォローぜひよろしくお願いいたします。またね、終盤のランクマッチですとか公開収録の方、メンバーシップ限定でやっておりますので、ぜひね、メンバーの方も登録していただけたらなと思います。はい、それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。